はい、こんにちは、レトスの小野です。5月18日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。どれだけ勉強しても不安はなくならない。だからこそこの不安をうまく使おう。試験5ヶ月前なので、試験を意識し始めて、今年合格できるか不安です、というメールをよくいただきます。で、実はこういったメールっていうのは、試験1ヶ月前でもいただくんですね。私の目から見て、まあ、この人は合格するだろうな、と思う方からも不安メールっていただくんですよ。一つ言えるのは、どれだけ勉強しても試験が終わるまで不安は取れないということなんです。なので、この不安をうまく利用するしかないんですよね。不安だから勉強できない。これじゃダメなんですよ。不安だからこそ不安を解消できるようになるぐらいまで勉強しようと思って勉強を進めるってことがすごく重要なんですね。今言ったように、どれだけ勉強しても不安は取れないんですよ。取れないけれども、それをプラスに変えて勉強をより一層やっていくということができれば、合格には近づくわけですよね。だから不安をエンジンに変えて勉強に励むということがすごく重要です。先ほども言った通り、不安だから勉強は手につかないじゃなくて、不安だからこそ今まで以上に勉強しようっていうふうに変えていきましょう。まだ試験まで5ヶ月あります。過ぎた時間は取り戻せませんけれども、これからの時間はあなたの気持ち次第でどうにでもなります。今日も一日頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人は借地人の同意なく土地賃貸人に地代を弁済できる。しかし借地人の土地賃貸人に対する債務は消滅しない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。後半部分が誤りです。前半部分は正しいんですけども、後半部分が誤りですね。まずなんですけども、借地人ってこれ誰かなんですが、借地人って土地を借りている人です。土地を借りている人、土地の貸主が地主なんですけども、それを借りている人は借地人と呼ばれるんですね。そして土地の賃貸人、これが地主ですね。これが地主、ここに当たります。で、借地上建物の賃借人ということは、借地上に建物が建っていて、その建物を借りている人ですよね。借地上に建物建っていて、それを借りている人が借地上建物の賃借人です。で、この建物のじゃあ所有者誰かっていうと、借地人ですよ。これ意外と分かってない方いるんですけども、借地人っていうのは、地主から土地を借りて、そこに建物を建てます。で、借地人がその建物を誰かに貸します。で、この借りた人が借地上建物の賃借人だということです。なので、この建物の所有者は借地人ですね。で、このような状況で、借地人が地主に対して、土地の賃料を払っていないと、まあ、つまり滞納していると。そのような場合、借地上建物の賃借人が代わりに弁済することができますかという話で、問題文はできると書いてありますね。で、これは正しいです。借地上建物の賃借人は正当な利益を有する第三者に該当するので、借地人の承諾なく第三者弁済を行うことができます。で、弁済することによって、借地人が有していた債務、地代を支払う債務、これは消滅いたします。したがって、借地人の土地賃貸人、まあ、地主ですね、に対する債務は消滅しない。これが誤りだということです。で、正当な利益を有する第三者については、少し細かくなるので、短期講座でお伝えします。で、今回のように、きちんと問題文を整理することっていうのは、理解学習を実践する上で非常に重要です。分かっているから大丈夫、ではなく、問題文の整理を日頃から習慣づけているかどうか考えてみてください。これが習慣づいていれば、本試験で問題文がわからない、だったりとか、問題文を理解するのに時間がかかる、こういったことはなくなります。今年合格するためにも、問題文の整理は習慣化していきましょう。言っていることはわかる、けれどもできない、続けることができない、というのであれば、短期講座をぜひご活用ください。短期講座の問題集の解説には、問題を理解するための記述、こちらも記載しております。もしわからなければ、いつでもご質問いただけますので、ご安心ください。まずは問題文の理解の仕方から教えていきます。短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、賃貸住宅の管理業者が、
貸主から管理業務と合わせて入居者募集の依頼を受けて貸借の売買を反復継続して営む場合は宅地建物取引業の免許を必要としない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。この管理業者っていうのは宅建業の免許は必要です。まあ、管理業者だから免許は不要と飛びつかないこと、管理業者でも宅建業を行う場合は免許が必要なんですね。で、本門の管理業者っていうのは宅建業、賃貸住宅の貸借の売買を反復継続して営むって書いてありますよね。これは宅建業に当たるので宅建業の免許が必要です。で、この点についてきちんと理解したい方は短期講座で考え方をお伝えいたします。理解学習をして勉強した分だけもう実力を上げたいと、もし思っているのであればぜひ短期講座ご検討ください。今からであれば、あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強していきましょう。で、問い3ですね。地区計画は建築物の建築形態、公共施設、その他の施設の配置等から見て一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい対応を備えた良好な環境の各街区を整備し開発し及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる、丸か×かという問題です。答えは誤りですね。用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる、ここが誤りです。用途地域が定められていない区域についても地区計画を定めることができるからです。で、ポイントは地区計画を定めることができるのはどこかっていう部分なんですね。で、地区計画を定めることができるのは以下の2つの区域です。一つ目が用途地域内、もう一つが用途地域外でも一定の要件を満たす区域、この2つなんですね。したがって用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められるっていう部分が誤りだということです。用途地域が定められていない土地の区域であったとしても地区計画を定めることができる場合もあります。そして用途地域外でも一定要件を満たす区域のこの一定要件、これについては考える必要はありませんので、用途地域外でも定めることができる区域があるんだということを頭に入れておけば大丈夫です。無駄な勉強をせずに必要な部分だけ頭に入れていきましょう。で、問1でもお伝えした通り、毎日の勉強が2時間ぐらいしか勉強できないっていうのであれば、ぜひ短期講座ご検討ください。調べるってなってくると、おそらく毎日4時間、5時間ぐらい勉強しないと間に合わないと思います。合格するための理解学習ってなってくると、やはり独学だったらそれぐらいかかってきます。予備校に通っていても予備校では教えてくれないから自分自身で調べないといけない。結果的にやっぱり 4,5 時間っていうのは毎日かかってきますので、もしそんなに時間取れないっていう方は、ぜひ短期講座ご検討ください。短期講座であれば、そういった部分についてはもう解説の中に入れてありますので、毎日1時間半から2時間ぐらいの勉強で間に合いますので、あまり勉強時間作れないっていう方は、短期講座で一緒に勉強できたら嬉しいです。で、短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオムでした。